車を改造せずにはいられない重症患者の皆さん、こんにちは。改造車ジャーナリスト辻パフォーマンスです。今回はボンドボディで完成したこちらを紹介したいと思います。紹介してくれるのは作業担当した高橋さんです。高橋です。よろしくお願いします。お願いします。ついに完成しましたね。完成しました。はい。なんか感覚的にですけど、いつものあのコンプリートかよりかも、はい、割とスケジュールがこうトン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 っていった感じがしますけど、もう最初からスケジュール表書いてあるので本当ですか？スケジュール通り。あ、本当ですか、はい、結構パース点数が多かったんですけど、2週間3週間ぐらいですか？そうですね、まあ、実際2週間ぐらいですか。だ、まあフィッティングだったりだとか、はい、その辺が結構あると思うんですけど、今回細かく見ていきたいと思います、はい、でまず今回おさらいなんですけど、アーバンのほぼほぼ外装コンプリートって感じですよね。はい、はい、一部ルーフだったりとかついてないパーツあるんですけど、す、ね、ほぼラインナップされてるものを全部つけた感じ。全部つけてますね。はい。というわけで前から見ていきたいんですけど、だいぶ印象変わりましたね。はい、もうガラッと。あの、僕の初見で印象的にはでかくなった。でかくなりました、うん、車でかくなったように見えますよね。見えます、見えます。というわけで前から見ていきたいんですけど、この辺がアーバンのパーツですよね。そうです。ここ何にもなかったんですよね。ここは純正のあのガンメタのガンメタシルバーのパーツがついてて、はい、純正のフォグランプがついてたんですよね。あ、ちっちゃいやつ。フォグ純正もついてたんでしたっけ？純正もついてます。それがごっそりここアーバンに変わって、ここ少し大きくなった感じ。大きくなりましたね。外側がデイライトで、中がフォグになってます。あ、これフォグとデイライトのコンビなんですよ。コンビなんですよ、うん、というわけでよく見るとなんかプロジェクターっぽいのが2個入って、周りがこうリングにデイライトになってる、はい、これインサートで入れたいんですけど、デイライト結構明るいんですよ、ね、明るいですね。はい。だからこうエンジンかけた時のインパクトもめちゃくちゃある感じ、はい、そしてパーツ自体は全部グロスのブラックで、グロスブラックで仕上げてますね。今回このマットとこのグロスのコンビですもんね。そうです、基本的に2色だけですね。ボディのカルパチアングレー、カルパチアングレーとグロスブラックで仕上げてあります。というわけでこういう網も全部グロスで塗ってるんで非常に一体感があって、だからこう言われないと、はい、わからないぐらい。そうですね、はあ、あれ純正でこんなのありましたっけっていう、そんな感じの。そうなんです、ないんです。そしてもともと樹脂パーツだったんですけど、はい、こっちもグロスブラック入れて。そっか、ここも全部なんですね。そうです。でこっちはまあシルバーだったんですけど、シルバーも装置もグロスブラックで仕上げちゃいます。じゃあこれビフォーアフターで比べるとだいぶ変わってるっすね。だいぶ変わってますね、はい、というわけでこの辺かなり一体感がある仕上がりになってると、はい、そしてあとここ、このリップが追加されてるわけですね。そうです、はい。これがなんか単体で見た時よりかもなんかこう張り出しが結構あるような感じの、こんな感じのリップ、はい、インパクトありますよね。確かに前回りがこう割とこうつるんとしてたのが少し出るだけで非常に立体感のあるこちらのリップになってる。あとはこういった細かいところ、細かいところ、こちらも純正でシルバー入ってたんですけど、そこもグロスブラック。あ、なるほど、はい、いやマジで言われないと分かんないですね最初のあのビフォーを忘れちゃってるんでというわけでこの辺も塗って、エンブレムが全部アーバンになってる。全部アーバンになってます。ランドローバーロゴは残ってないですね。ここもそうだし、こっちも、そっちも、こっちディフェンダー入ってるのをそっくり剥がしてアーバンになってる、はい、アーバンで、まあ、ディフェンダーもシルバー、もっと明るいシルバーだったんですけど、ボディ同色で仕上げてます。でこのアーバンロゴもかっこいいですね。これかっこいいです。そっち、アーバンオートモーティブということで、うん、こっちはステッカーなんですけど。あ、これステッカーなんですか。ステッカーなんですよ。ランドローバーのオーバルの上にステッカーが貼って、まあ、ステッカーなんでその上からステルスで貼ってます。あ、なるほど。ちゃんとこれもマットで仕上がってると、はい、そしてあと上パネルがついてたのをごっそり交換して、こっちのアーバンの、はいはい、これダクト風っすよね。そうです、ダクト開いてないですね。そしてすごい上に持ち上がった感が、はい、純粋にこう平らっすもんね。そう、真っ平らっすね。なんでボンネットを交換したぐらいのなんかインパクト、インパクトありますね、はい、で細かいとこ見ていくと、この端っこ、はい、ここにもちゃんとアーバンロゴが入ってるという、はい、そこにもちょっと一手間加えてあるんですけど、アーバンのロゴはカルパチアングレーです。え？で奥はマットブラックになってます。あの塗り分けやめてくれってこの間自分で言った気がしますけどここ塗り分けてるんですか？そうです。すげえ。小技入れてます。全部ですね、アーバン各所、はい、全部塗り分けてると。これめちゃ芸が細かいですね、はい、ただベタっとしてない。ベタとしてないです、はい、ちゃんと立体感のあるこんなフィニッシュになってると。というわけで前回りだけでだいぶ変わってると。そして横回っていきましょうか。横に回っていくとこちらのオーバーフェンダーが
オンされてると、はい、でこれ純正は純正で中にしっかり全部残ってるんですよね。残ってます。そこにかぶせる形でこのオーバーフェンダーがついてると、はい、でこれがびっくりなのがあのすごいワイドになってるように見えるんですよね、はいはい、けどワイドになってないんですよね。そうです。片側 5mm、はい、本当にこのパーツの厚み分だけ少し外に出てるだけなんで、はい、実際は全然ワイドになってないんですけどかなりかぶってるデザインなんで非常にワイドに見えると、はい、純正で結構細いグロスブラックのこのモールがついてるだけなんですよね。はい、でこれフィッティングめっちゃいいですね。めっちゃいいですね。ほぼ修正大掛かりな修正いらないぐらいです。いらないぐらいです。はい、だから FRP のエアロなんかだと結構こう削ったりとか、ね、チリ合わせたりとか必要ですけど、はい、なんかそんな感じじゃないですよね。もう純正クオリティでしたね。はい、というわけでこんな感じで一個あの現実をお伝えしてもよろしいですか。はい、これなんかバンパーに被ったデザインなんで、ええ、バンパーの脱着がフェンダーつけちゃうと、そうですね、フェンダー一緒に外さないとできないということです。はいはい、というわけで今後なんか例えば塗り分けとか、はい、万が一事故でなんか修正するときは、はい、ここの脱着もちょっと必要になっちゃう。そうですね、はい、まあ、そこは気をつけましょうということで、はい、こんな感じに仕上がってる。であとは足元、これ一番最初の部品並べたときはご紹介してなかったんですけども、こちらもなんとアーバンのホイール、これ、はい、サイズ自体は変わってないんですよね。サイズ一緒ですね。はい、純正タイヤをそのまま流用してホイールを組み替えてる、はい、でこれデザインめっちゃいいと思うんですよ。めっちゃいいですよね。うん、かっこいいですよ。ディフェンダーのなんかデザインにすごい合ってる、はい、でアーバンっていうとボッセとのコラボホイール、はいはい、あの辺がすごい有名ですけど、あの実はアーバンコラボしてない通常のラインナップのホイールもあるんですよね。そうですね、こちらはアーバンですよね。うん、というわけでこれ単造じゃないんですよね。はい、通常のキャストのホイールですけど非常に立体感があって力強いデザイン、真ん中落とし込んだこちらのホイール、うん、で全部真っ黒なんですね。全部真っ黒ですね。でホイールも、はい、ホイールはマットで、あこれはマットで、はい、でもこれマットなんでサテンですよね。サテンですね。はい、半ツヤの黒になってる、はい、でセンターキャップも同じくこの UA のセンターキャップ、はい、そしてこれボルトも全部付属ですか。ボルトは IID のアドバンスナット。あ、なるほど、はい、じゃあ今回これに合わせてしっかり黒くなって、はい、そしてキャリパーも、キャリパーも、はい、もともと V8 でかっこいいキャリパー入ってたんですけど、まあ、あのロゴを変えたいんで塗りました。あれ元何色でしたっけ。元々黒ですね。あ、元々黒なんですね。はい、じゃあ色変えずにロゴだけ変えて、はい、そうですね、カルパチアングレーで仕上げようかなと思ったんですけど、ロゴはもう全体全部カルパチアングレーなんで同じくロゴに合わせて黒くしました。芸が細かすぎますというわけでロゴはこれシルバーとかじゃなくてカルパチアングレーなんですね。そうです。そして全部抜いてあるこんなデザインになってると、はい、だから足元めちゃくちゃ引き締まったなと、はい、そして車高はもともとエアサスなんで、そう、もともとエアサスですね。上げ下げできるということで、はい、今一番下がってる状態、はい、こんな感じになってます。そしてあとはこの辺ドル受けも、はい、これもアーバンの、そうです、もともとマットフラップは脂肪パーツだったんですけど脂肪取りして、あこれ脂肪取りしてあるんですか。脂肪取りしてあるんですよ。で脂肪取りして同じこれグロスのブラックですか。サテンブラックです。あこれサテンなんですね。はい、ちょっとグロスだとちょっとガチャガチャしすぎちゃうかなと思ったんでサテンで仕上げちゃいます。なるほど。じゃあこの辺はもう本当に別パーツということで、はい、でこれがあの硬いゴムというか、そうですね、少し当たったぐらいじゃん全然。はい、でペイントの方もしっかり軟化剤入れて塗ってますんで問題ないですね。あなるほど、はい、やっぱりこう固く塗装もしちゃうと割れちゃうんですけど、そういったのにも耐えられるようになってると、はい、であとは、はい、ちょっと言わないと気づかないと思うんですけど V8 もカルパチアングレーで塗り直してます。えこれもともと何色ですか。もともと同じ、もっと明るいシルバーだったんですよね。あなるほど、はい、あグリルとかに合わせた。そうです。それを今回ワントーン落としてあると、はい、じゃあ一回全部剥がして同色で、はい、芸が細かいこんな仕様になってる。あとは上に行くと今回ルーフのライト、これに関してはついてないんですよね。そうですね、はい、お客様が、はい、別にいらないよということで、はい、あとつける場合になんかルーフに穴開けなくちゃいけないんですか。あ配線はどうしても通さなきゃいけないんでルーフに穴は開けないとですね、はい、なんでその辺をちょっと敬遠する方は、まあ、なしでも全然スタイリッシュに、はい、結構僕もあのコンプリートの車見たんですけどついてる車とついてない車結構あるんですよね、はいはい、なんでまあこの辺は後からオンしようと思えば全然できますから、まあ、しようと思えば、はい、というわけでこんな感じのスタイリングになった。そしてサイド、これは全くないところに今回こちらのアーバンのステップがオンされてると、はいはい、これもなんか純正っぽい、純正っぽいですよ、自然ですよね。ですよね、うん、なんか後から思いっきりつけましたっていう感じじゃない、はい、なのでこちらの
ぶっといパイプ、これ金属製のパイプですよね。そうです。にドルゲンに似た少し硬めの、はい、これもじゃあ軟化剤が入ってる。いや、こちらはゴムなんでペイントできないんで、そのままです、ね、あ、これそのままつけてるんですね。これはそのままです。でも全然あんま違和感ない。違和感ないですよね。というわけでこんな感じのステップも前用後ろ用ということで、でこういったのを単体でつけても結構いいんじゃないかな。そうですよね、はいはい、こんな感じになってます。あとは、あ、気がついてしまいました一番最初に突っ込んでしまったここだけあのグロスだったんですよね、はい、でここも貼られてなかったところを追加して貼ってると、こっちの方が良くないですか。そうですね。というわけで後からこれ中とここっすよね、はい、貼ってるんですけどほぼ分かんないっすね。あれ、これそっか、繋いであるんですね。こっちだってもともと貼ってあって。そうです、そうです。ここを貼り足したわけですよ。そうです。けどなんかその合わせ面というかが分からない、はい、綺麗に貼れてますね、はい、というわけでこの辺もしっかり仕上がってると。横そんな感じですか。横はそんな感じですね、はい、で後ろに行くと後ろも同様にこのオーバーフェンダーがついて、ここが分かりやすいですよね。そうですね、はい、ここのサイドステップというかこことここのオーバーフェンダーの厚み分ワイドになってる。で本当にわずかですね。本当にわずかですね、うん、5ミリぐらいですよね、うん、で1センチ超えると構造変更、はいはい、茶幅の変更が必要なんですけど、もう明らかに1センチ以内なんで、まあ、構造変更も必要ないっていうのは結構いいところじゃないかな、はい、そしてリアはドアがある関係でこことここの2ピースになってる感じですか。そうですね、2ピースです。でなおかつこちら側は給油口もあるんでしっかり給油口も抜いてあると、はい、こんなデザイン。そしてあとは上、ここはもともとっすよね。ここはもともとっす。そしてこちらランドローバーエンブレムだったところをしっかりこの辺もエンブレム消すなら全部消すとやっぱりコンプリートカーっぽいですよね。そうですね、ちょっと残ってるとあれれってなっちゃいますよねというわけでこの辺も好きなくやってある、はい、そして後ろに回っていくとこちらスポイラーがオンされてて、この辺もデザインめちゃくちゃいいですよね。やっぱりめちゃくちゃ自然ですよね、うん、最近なんか海外でも人気がかなり高いっていうのがうなずけます、はいはい。というわけでこちらの絶妙なサイズのスポイラーに端っこアバン、これも塗り分けですね。これも塗り分けです、もちろん。こっちも塗り分けて、え、これも塗り分けてるんですか。これも奥はマットブラックになってますそして後ろはこの泥除けにアーバンロゴが入ると、はい、これもあの後ろから見た時のインパクト、はい、しっかりやってある感が非常にあるから、うん、でこれはさすがに塗り分けてないですよね。それも塗り分けてます。え、これも塗り分けて、本当だもちろんです、はい、この出っ張ってる部分の上だけ全部塗り分けてる、はい、これマスキングでやるんですか。これは違います。ちょっと動画にも撮ったんですけど、最初に下地脂肪取ってからカルパチアングレーでこのエンブレムの周りだけペイントして、その後にマットブラックを塗ってロゴの天面だけ拭き取ってます。あ、そういうことなんですか、はい、拭き取ってマットクリア、そんな塗り分けもできるんですね、はい、というわけでしっかりこちらもこの少し柔らかいタイプ、できるものとできないものもありますその辺は要ご相談ということで、はい、相談してください、はい、こんな感じに仕上がってる。で、あと後ろに行くと各部エンブレム類この辺もしっかり塗り分けて、だとこちらかぶせ直す感じですね、はいはい、こっち側はなんか手が入ってるんですか。これも塗ってあったりするんですか。それも塗りました。なるほど、もともとでもグロスのブラックみたいな素材ですよね。ちょっとその素材自体が黒いタイプなんで、色あせちゃう。あ、なるほど。すでにちょっと白くなってたんで、はい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 、しっかりペイントしてます。あとなんかやっぱり輸入品なんで保護フィルムがやっぱり最初の貼ってあるけど、ね、はいはい、細かい傷が結構ついてるケースが多いと、ね、うん、いうわけでこういったパーツしっかり塗ってあげると、はい、より高級感もアップするから、でこのエンブレムの中ここへこんだところに文字がはまるようになってるんですよね。そうです。でこれもカルパチアングレーになってます、はい、結構手が入ってますね。そうです。そしてあとはこんな感じですか。プレート純正でメッキのプレートついてたんですけど、そこは、ラッピングで黒くしてます。え、ここっすか。そこです。あ、これ、はい、これラッピングなんですね。でもなんかいい感じにグレーに、はいはい、なんかボディのグレーに近い感じ、はい、でこんな感じで仕上がってると。さあ、そして最後になっちゃいましたけど、今回はこのアーバン全部と、一番最初にもご紹介した通り、はい、ここそうですね、もうしっかり変わってると、はい、これがこの下側ですよね、はい、もともとプラスチックのパーツだったのが、あの最初に見てもらった
金属のプレートになってて、ポイントはこれ真ん中、真ん中剣腹が出てるタイプ。これ剣腹自体はもともと車ついてるんですか？車ついてます。はい。じゃあそれが見えるようになってると、はい、でなおかつ金属になってるんで、はい、下側からのダメージも防げる。そうですね、こういったパーツもオンになってると、はい、見た目もちょっとこうゴツッとして、あ、オフ感、確かにオフ感出てかっこいいなと思います。ただやりすぎてない感じが、はい、なんかいかにもつけましたってなっちゃうと、はい、そこにこう目がいっちゃうじゃないですか、うん、なんでこういったパーツも今回ついてる、はい、というわけで丸々仕上がってると、はい、でお知らせが2つほど、はい、こちらのお車オーナー様、はい、なんとこれだけじゃないんですよね、持ってるのが。あ、そうです。以前作業させてもらった G63 のアーバンとオーナー様は同じオーナー様なんで、まあ、ガレージに2台並ぶ。あ、今もお持ちなんですね。あ、今もお持ちです、はい、じゃあガレージにアーバンコンプリートが2台並んでると。 2台並ぶ、はい、それやばいですね。うん、すごくかっこいいですよね。じゃあぜひあのお宅訪問も、はい、お願いしておいてください、はい、お願いしますそしてもう一つ、こちらのお車実はあの当社に直接ご依頼いただいたお車でなく、はい、あ、そうです。以前からお付き合いさせていただいている、前橋のウィングさんからのご依頼で入庫させてもらいました。僕の地元群馬県じゃないですか、ね、前橋でかなり大きな輸入車を中心に取り扱っている車屋さんですよね、はい、なのでそこでご依頼いただいて、はい、まあ、うちで作業させていただいて、はい、ということはウィングさんのお客様だったりだとか、ね、群馬のお客様は、はい、ウィングさんに言っていただければ、はい、ぜひうちの方で作業も可能ということで、はい、アーバンでも他のチューナーでも、そうですね、はい、全然制作可能ですよね、はい、ぜひお問い合わせください。というわけで今回はこちらのアーバンのコンプリートをご紹介させていただきました。ボンドチャンネルのチャンネル登録と各種 SNS のフォローもよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。